ポータブル電源はね、ちょっと破格ですけども、だいたい1万円以下じゃないですか。これがポイントだと思う。どうも皆様こんばんは、セゴリタ三世でございます。さあ今日はですね、アンカー新生活祭り、そちらがですね今日12時から開始されるということで、3月25日の日付変更までということなんで、まあ結構良さそうなんでね、果たして本当に安いのかとか性能的にどうなのかっていうのもですね、詳しく言っていきたいと思います。 Amazon もそうですけれども、まあ何かを作って売るというのはですね、在庫を抱えるっていうことがあるから、常にまあ売り続けないといけないわけですよね。今あるものをですね、しっかり作り、そして在庫を減らし、その間に新しい製品を開発し、そしてそれを作り、そしてそれの在庫を減らしですね、また新しいものを作るというのを繰り返すのが企業でございます。ということで、まあ新しい年度も始まりますんで、果たしてどんなものなのか、これからビシッとご紹介したいと思います。というわけで行っていきましょう。ということで、プレスリリース3月15日の段階でね、まあ、すでにお知らせされてました。新生活におすすめの製品が目白押し、こんなにまあババンと出ています。で、今のところはね、まあ、撮影してる現在は朝9時なので、まだまだ始まってないんで、まあ、実際どれぐらい安くなってるのかっていうのはまだ全容がわかんないですけどね、分かったらまたコミュニティ欄で行っていきたいと思います。ぜひチャンネル登録お願いします。ということで、まずアンカーのソリックス C1000 ポータブルパワーステーションですね、ダークグレーのやつ、104,900円、 25% オフです。こういうポータブル電源系っていうのは一時売れましたね。まあ、キャンプブームとか車中泊とかですよね。まあ、そういった時に結構売れたかなっていうイメージがありますね。この間もね、震災がありましたけれども、いざという時のですね、ライフラインが復旧するまでの電力確保としてストックしておくのもありかなというふうには思いますよね。で、僕もこういうのね、まだ使ったことないんだよね、ちゃんと。ちょっとレビューを本格的にしてもいいかなと。まだね、次女がうちにいるんで、まあ、4月から保育園なんですけど、なかなかね、外撮影もうんなんて考えてましたけど、今のところいけそうなんでね、まあ、より詳しくですね、まあ、今後話せるようになるかなと。ということで、次アンカーナのパワーバンク 12W バッテリーライトニングの方ですね。これが3190円、僕これ買いました。多分どっかにありますどっかにあると思うんだけど、ホワイトをですね、まあ、20% オフで3190円 で非常に可愛いものなんですよね。場所的にも、まあ、コンパクトだし、ぐさっとさせるしっていうのが、まあ、非常にいいかなというふうには思います。使い勝手としてもそんな使いにくくはないなっていう感じでしたね。最近は女性を意識してか、まあ、すごいカラーリングも増えました。だから TikTok とかでも結構女性がこういうの出したりとかしてるから、まあ、時代は変わりましたよね。スマホは女性も持ちますからね、女性が使ってても可愛いなとテンション上がるなっていうものを作っていくっていうのも企業として大切なことなのかなっていうふうには思いますね。で、次はアンカーパワーバンク 10,000mAh 30W。 これはですね、僕も使ってますね。ろうそくっぽく見えるやつあるじゃないですか。これがですね、まあ、本来は音も出るんだけど、まあ、音は全然出してなくて、あくまでインテリアとしてですね、結構皆さん、まあ、僕が喋ってる時背景なんとなく見たりとかすると思うんで、なんとなくこう目をね、映っても楽しんでほしいなっていうことで入れてるんですけど、結構電池なくなるんですよね。で、ちょうどここってね、コンセントがないんですよ。モバイルバッテリーでですね、時々まあ充電するっていう形なんですけど、まあ、それでこれ使ってんすけどね、バッテリー残量見えたりとか、カラーリングもね、ブルーかなんかにしてるんだけど、それ可愛いしね、価格的にも結構安いんすよ。一時はさ、ガンプライムとかアンカープライムっていうものも買ってきたんですけど、この値段見てもね、わかるように、ポータブル電源はね、ちょっと破格ですけども、だいたい1万円以下じゃないですか。これがポイントだと思う。アンカーにおいて理想は5000円ぐらいで1万円以下っていうのが、アンカーの多分最も売れる価格帯なんだと思うんですよね。これはね、いいポイントついてるなっていう風には思いますね。で、次がアンカー633マグネティックバッテリー、マグ号ですね。これはね、新しいものが出ます。いや、まだか、まだこれから予約なのかな。一応買おうかなって思ってんすけど、まあ、それの前のタイプですね、いわゆる C ですよ、が1のやつになりますんで、まあ、めちゃくちゃ早いかっつったらそんなことはないですけど、でもですね、マグセーフですね、そっち
ちらにバチンつけて立てることができるっていうものですね。これはね、ある一定層にまあ需要があって、こう刺す時にさ迷うじゃん、こう眠い時とか暗い時とか、だからこうやってる時にこの辺りに絶対傷がつくんですよ。そうするとリセールが下がるんですね。ほんと新品と同じような状態で売却できると下がっても2、3万とかで買い取ってくれるんですよ。で、それで新商品だよね、今度出る16とかさ、そういったものを買い替えていけば新しい商品2、3万で買えたみたいな感じでこううまくやっていけるんだよね。それにはマグセーフってすごく重要だから、やっぱ需要はあるんですよね。ただね、マグセーフで充電しちゃうと速度がまず出ないってのはもちろんなんだけど、角度だよね、角度調整がすごく難しくなるんですよ。そのためにこう後ろ側にスタンドがついてて、こうやって立ててですね、まあツイッター、まあ X 顔見たりとかインスタ見たりとか、横にしてネットフリックス見えるとかっていうことがすごく気軽にできるわけ。普段はねリング的なものだよね、もう取り外しできるやつ、まあ、こういったものを使うのが最も便利なんだけど、充電するときはしょうがないよねっていう理由があって、これはですね、まあ一定層に人気があります。次はモバイルプロジェクターのですね、ネブラカプセル2。この辺はまあいい価格帯だなっていうふうには思う。6万円ぐらいだしね、筒型であるからキャンプ行くとか、どっか友達ん家遊びに行くとか、そういう時にまあ気楽に使える、コンパクトだしねっていう良さはあるかなというふうには思います。で、次はロボット掃除機ですね。 UFI クリーン X9 プロ with オートクリーンステーション。まあこれはアイロボットとか、まあルンバだよねっていうものでも結構ありますね。俺いつも思うんだけど、ロボット掃除機のこういう系ってで、なんで特許取らなかったのかな、すごく不思議だよね。多分吸い込むシステムとか、まあそういったものの特許だよね。形の特許ってまあ難しいんだろうね。これはだからどこもね似たり寄ったりな形になってます、正直。うちもですね、今はルンバだね、使ってるけど、まあどっか行く時だよね。この間のまあ旅行行く時とか、買い物に行くとか、家族全員いなくなるっていう時は、絶対荷物上げて綺麗にするようにしてます。まあどうしてもね、手が届かないところとか、目が届かないところも綺麗にしてくれるからね。価格帯としても十分安いかなっていう風には思います。 45% オフだから、ほぼほぼ半額だからね、すごくいいチョイス。やっぱ新生活に合ったセールだなっていう風には思います。で、次はですね、サウンドモーション300。これって俺動画にしたっけな、あ、してないよね。まあなんか結構アンカーはね、気づかない時あんだよね気づいたら新商品出てるって結構あるから、これはでも全然いいと思うけどね。防水効いててとってもついてて、お風呂とかだよね、リラックスしてね、音楽聴いたりとか、一人暮らしとかね始める人もいると思うんですけどね、仕事が途切れないんだよね。仕事が終わって帰ってくるじゃん。で、あれ言われた、これ言われたとか、俺もそうだったんだよね。あー、まだうまくできなかったなーっていうのをガチャってドア開けた後も引きずるんだよ。一人でうーんって悶々としたりとか、で、あー、明日も仕事かって思ったりとかするんだけど、家族がいるとドア開けた瞬間に別空間になるから仕事って切り離されるんだけど、なので気持ちの切り替えっていう時に使えるのはすごくいいかなと思います。で、ヘッドホンでサウンドコアライフ Q35、 これも出してるよな。俺いつ出したもう結構ね、コメントとかでも忘れちゃうんですかみたいなものがあるんですけどね。常にですね、まあ、動画出し終わったら明日のこと考えて、新商品のこと考えてってなるから、型番をね、なかなかね覚えるのが難しいんですよね。これは宿命だと思う。まあ、2年前に出して、まあ、3年ぐらい前からに出してます。まあ、全然いいと思いますけどね。まあ新しければ新しいほど便利だし、音も洗練されていくんですけどね。でも価格としても元値がね、1万超えのものがここまで下がったんで、まあ売り切りたいのかな、これは。なんかそろそろ終わりなんじゃないかなっていう気もするけどね。で、最後がですね、スマートスケール P2 プロ。これ体重計ですね。僕はね、P3 っていうものを使ってます。P3 使ってて思うんすけどね、P2 でもいいっすよ。って思いますよ、俺。3D で色々出せたりとか、まあより P3 の方が多分正確なんだろうなっていうふうには思うんすけど、レビューした時は、値が正確に出ないみたいなものがあって、P2 がもしかしたらそうなんかな。これなんともわかんないんだけど、P3 だよね、は、タニタと並
成功してですね、測定を継続的にやってんだけど、100g か 200g ぐらいしか違わないんだよね。ほら、P3 は全然問題ない。P2 がちょっとどうかって、まあなんとも言えないんだけど、まあ大きく変わりはないと思うんだよね。基本的にはデータ、まあグラフで見えたりとか、自分の体 3D で見れたりとかするんで、まあ客観的に見られるつのは良さがあるかなと。ただあんま見ないね。3D の体って結構便利だし、客観的に見られるからいいかなと思ったけど、全然見ませんね。やっぱグラフの方ばっかり見ちゃうね。筋肉率どれくらいかなとか、そっちの方を見るから、だからあんま当てにしてないかな、この 3D モデリングって。まあ、ないよりあった方がいいのかなとは思うけど、なくても別にいいかなって思えるもの。でも価格は安いからね。電気屋に売ってる1000円ぐらいのなんとなくバーって動くものよりは、こっちの方がより正確なんで、使っても全然いいんじゃないかなっていうふうには思いますんでね。ぜひぜひこちらまあチェックしていただいて、新生活に合わせていただけるとよろしいかなというふうには思います。そんな感じでバーッと説明しましたけど、いかがだったでしょうか。あくまで一部なんで、もしかしたらもっと掘り出し物があるかもしれないんでね。見つけたらですね、コミュニティ欄でですね、こういうのあったよーとか、過去の動画も合わせてですね、ご紹介していきたいと思いますんで、ぜひね、まあ冒頭でも言いましたけども、チャンネル登録よろしくお願いします。コミュニティ欄見られるようになりますんでね。それとこの動画が面白いと思った方、高評価。さあ皆さん、安価で狙ってる商品なんですか？ぜひ下のコメント欄に書いて教えてください。続いてまた明日ー。チャオー。